え今日はえー、こちら借りますかねちょっとな社名隠しますけどあのスライサーですねキッチンシリーズの、えー、セラミックスライサーということで セラミックという言葉でピンときた方はさすが、京セラです。京セラの製品。京セラはこんなのも作ってるんですね。はいえー、切,れ切れ味長持ち、錆びない、お手入れ簡単でおなじみのセラミックスライサーであります。<laughs> えー、錆びないですもんね、セラミックだったらね。かといって別に安全っていうわけじゃないんですよね。切れ歯がね手指切っちゃうかもしれないで、十分気をつけて。 あの料理しなきゃいけないわけなんですがあこんなのも作っているという驚きの京、えー、セラ、えー、そんなですね、えー、4月5日あっという間に4月が5日目になりました、えー、4月5日京、えー、セラの株価チャートともと ともにで,ですね、えー、中身の方を見ていきましょうはい、ということで、京セラ、えー、今日120円だから6000、たびたび4円2%上昇ということでありますが、ちょっと安いなっていうところなんですね。ま、あの、昨日 <laughs>、ちょうど、ちょうどっていうのも変ですけど、あの、なんでしたっけ、ロームやりましたんで、その関連でいっぺんに、えー、見ましたけど、えー、京都セラミックですね、えー、稲森さんが、えー、創業した、アメーバ系でおなじみの、 ええー、京セラでありますが1959年創業来年で60周年ですか60周年来年までもって60周年記念杯とか出んじゃないですか <laughs>、えー、京,都京都市伏見区に、えー、本社ございますグループ会社252社すごいですよね な全部上げられねえんじゃねえかっていう感じがします。東証一部とニューヨーク証券取引所に上場しているということでありまして、経営理念、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に人類社会の進歩発展に貢献することというですね、大きなテーマを掲げた、えー、企業理念であります。はい、長い足、ちょっと見てみましょうね。 週足1年ですが、こんな形でありまして、2年。はい。5年です、ね。こう、これ、な、な、この200は何の 200?200 200週とかってことじゃないですよね。ちょ,ちょっとよくわかんないな。ちょっと冷やしに戻して。200日なんですかね。あ,あ、違う。じゃあ200週なんですね。週足200週。 200周線。200周移動平均線ってことですね。この、見にくい。ちょっとスマホの方見にくいんでしょうけど、ここに紫の線があるんで、そこをちょっと下割ってきた。で、これが多分200周移動平均線だということだと思います。そうするとちょっと安いなっていう感じですね。えー、で、10年最後見てみましょう。ということで、 えーまあ、ここは高かった分下がってきたなって感じですが10年で見るとああ頑張ってるねというところですね、えー、独自の経営哲学あ、えー、アメーバー経営と京セラ会計学とでそして京セラフィロソフィーですねよく聞くやつですね京都パープル産業への支援出資であります、えー、そしてこの強みとしては強固な財務基盤ですね総資産が約3億円 あ、違う、さ、少ないですね。3億円はやばい。えー、創出は3兆円。そして、株主資本比率がな、えー、75%ということでですね、財務の健全性もしっかりというところがありますが、 えー、まず、その最初はもちろんセラミックから始まりました。まあ今もそうなんですが、ファインセラミック技術からスタートしましたというところですね。U 字ケルシマ。ちょっと何なの、何のことかやっぱりよくわかんないですけど。で、その後、えー、セラミックパッケージとか基板を作り始めて、それが IBM に採用されたというところ。そして太陽電池をその後作ったりとかですね。えー、副写機無線機とかですね。その辺に参入していって。で、その後、えー、さらに、 電子部品の方に幅広く展開をしていったということであります。創業以来、赤字なし。素晴らしいですよね。なかなか、こう、エレクトロニクス分野です。あのー、赤字なしってのは意外と難しい。意外と難しいとか、なんか、軽い言い方してしまいましたけど、そんな簡単にできることじゃないですからね。あの、浮き沈みが激しい、センシティブな、えー、セクターですからね。えー、で、まあ、当たり前の話を、 改めてってことなんですよけど、既存事業の拡大と新事業の創出を今掲げていると。で、AI とロボットの活用拠点を開設しましたみたいな話が出ております。今期スタート。もう現社長がですね、率先して指揮をとってですね、AI ロボットの研究を進めていくというようなことである、あります。なんかいろいろ、料理の電動工具事業。 を買収したんですかね。あの両備ね。あの両備つったって、<laughs> あ,のあの両備ね。<laughs> あの、なんかドライバーとか、あの、なんですか、あの、電、電の子とかの両備ですね。その、まあ、電動工具部門だけなんか買収したりとか、えー、あと何ですかね、あセンサー系とか、あと無線通信用の小型アンテナの、えー、海外企業を買収したりとか、あと空圧工具。 の、えー、アメリカの企業を買収したりとかっていうのが最近の、えー、トピックですね。えー、セグメント別で見ていきますと、えー、部品事業が約半分、で、残り半分は機器システム事業ですね。部品事業っていうのが、まあ、半導体関連部品も、まあ、もちろんそうなんですね。半導体組織 LSI とかなんとか、その辺もそうなんですけど、あと電子デバイス。 ですね、電子部品、いわゆる電子部品、そしてあと産業自動車用の部品、車載用のカメラモジュールとか液晶ディスプレイとかあと機械工具、だと半導体製造,装置製,変動製造装置の部品もこの産業自動車用部品の、えー、セクターに入っているようですね、セクターとかセグメント。 そして、あと、機器システム事業は、コミュニケーション事業、あの、要はスマホとか、携帯とか、通信モジュール、うんぬんととこですね。あと、ドキュメントソリューションとか、プリンター複合機の部門と、あと、太陽、太陽光発電、太陽電池とか、電、電、あ、あ違う違う、人工関節とかですね。あと、あの、さっきの、セラミックナイフとか、そういう、こういうやつを、えー、やっている。生活環境部門と。 大きく、えー、まあ、ちっちゃく分けると6つの部門に分かれるよってことですね。電子部品、まあ、スマホの中にはもういろんな京セラの製品が使われております。この iPhone の中にもですね、まあ、あサプライヤーリストに多分入ってると思いましたんで、京セラも。えー、まあ、スマホ、えっ、ー、と、この中にですね、小型のセラミックコンデンサー、もうちっちゃいやつ、あの、ここがちょっとだから、 こう村田が第二四半期終わってちょっとイマイチだったねって言われたところではあるんですがセラミックコンデンサーとかあとタンタルコンデンサーうん、うん、タンタルはい美味しそうな名前ですよねえー、あとコネクターとかですねえー、あとえー、しトップシェアなのがサーミスタ付き推奨振動機と推奨、えー、発信機この辺が高シェアだそうです こんなこと言われてもねって感じですけどね。あと、えー、とスマホ、電子部品のところで言うと、その中で、自動車の車載用の部品で言うと、セラミックグロープラグとかですね。えー、あと、LED 用のセラミックパッケージあの。普通にライトに使われる LED のやつですね。その辺が格子やであります。 多分あの納入している部品としては結構近いものがスマホと近いようなものがあったりとかしてあと、その他ヘタッ,ップディスプレあのねフロントガラスに映るやつとかあと、これからもっと電装化が進むんでスマホの技術が車にも採用されるっていうそんなことになるんでしょう。はい LED 用のそのセラミックパッケージは世界シェア90%以上ということで LED のライトをっていう LED 化がどんどん進んでいくとえ強制ランのシェアがあの自動車全体という意味でも上がってくるのかなっていうような形になるんでしょうね。 で、あと、えっ、ー、と、工具メーカーとして、切削工具。もともと京セラが切削工具を持っていた。で、そこで、え先、ー、行という空圧工具の会社と、両備の電動工具を買いましたんで、えー、全部いけるぜと。総合工具メーカーになったという。なんか意外ですね。京セラがそういう部門に行くっていうのは。海外でやっぱり需要が高いんですよね。この辺はね。ここ DIY を、が、ね、が主流のアメリカ。 ヨーロッパですからね。日本はあんまりしない感じになってますけど。で、2018年、国土新の10月に、鹿児島に新しい工場ができます。半導体製造措置用部品の、えー、作る工場が新しくできるらしいです。セファインセラミックです、ね。であと、来年の8月にセラミックパッケージの新しい工場が、こちらも鹿児島に、船内ですかね。できるらしいですよ。 1> 昔一回だけ強セラの,の携帯だった時代がありました。もうパカパカの時代だったと思いますけど、ガラケー。くっそ遅かったいいイメージなんですよね。申し訳ないですけどね。くっそ遅くて強セラ全然ダメじゃんっていうのを思った記憶です。まあまだ、あのー、スマホ授業をやってるんですね。なんですが、まあ悪いですけどイメージない。 <laughs> あんまりだその中の部品が強いよっていうイメージですよねまあでもそういうのやっていかないとね最終製品作んないとこう会社としての認知度下がっちゃいますしねあんまりそこはやっぱり頑張りたいって思いもあるんでしょうね、はい、あと IoT 関連事業 まあ、通信のところがありますんで、えー、そこで、えー、IoT 関連ということですか、うんそして。ドキュメントソリューション、トナーコンテナの新しい工場、さああと去年からも稼働してますね。あと、中国の方で、えー、観光体ドラマ、あの中のこう回るやつですよねを、の工場が、今年の5月、もうすぐですね、に稼働予定だそうです。 あとドキュメント BPO サービスですとか ECM、ね、の、えー、ソリューションも行っていくよというようなことでありますあとエネルギーソリューションとして、まあ、スマートスマートなんですかスマートエネルギーみたいなことですか 家庭用の電池、あの、エネルギーを蓄えて、まあ、太陽光発電をして蓄えて、で、かつ、あの、EMS を入れて、あの、うまく使う。あの効率よく使う。そして、えー、まあ、太陽光発電から作るっていうところもね。 やっていくまあ、それが個人向けにできるっていう、なかなか良さでありますね。そして、えー、前期から配当成功40%へ引き上げております。その前まで30%でした。40%になりまして、今期の配当予想120円であります。おめでとうございます。ちょうど2%ぐらいですかね、今で言うとね。はい。京セラグループ製品が株主優待としてあるということでですね。宝飾品とかあるらしいです。あと、太陽光発電システムの割引券とか。 えー、セラミックキッチンセットとかですね。あるらしいですね。いいですね。こういう,こう電子部品のところを見ちゃうとなかなか、あのー、馴染みがないところではありますが、最終製品とか、我々そのコンシューマー向けの製品があるっていうのは、いいですよね。という形の京セラでありました。あのー、周辺目から昨日、ざっと見たかと思うんで、また、 改めてご確認をいただければというところでありますが一応見ておきましょうかえっ、ー、と何でしょうねえっ、ー、とコンデンスマ、まあ、ムラタンとかがやっぱり近いですかね え、村田製作所、今日55円の中14,210円0.4%上昇ですが、今日にしちゃ村田が冴えませんね。やっぱり冴えないですね。うーん。かなっていうイメージですね。あと、規模的にはエレクトロニクス分野みたいなことで言うと、もう結構ここは比較企業として出てきちゃうみたいですね。パナソニック。パナソニックちょっと厳しいですね。まあ、テスラの、あの、事故の話があって。 ななかなか動きがが悪いんですが複合機みたいなことで言うとキヤノン86円の中3891円そんな形ですかねあと太陽光みたいなところでいくとシャープあたりも、えー、比較していいところなのかなというところですかねあとはまあ電子部品でよくあ,あ間違えちゃった あのー、まとめて、アップル関連、iPhone 関連みたいな形で出すの、大太陽油電とか、えー、55円とか1830円、あと、アルプス電気、アルプス電気もさえないんですよね、1円安2582円、これは安い。とか、えー、っと、なんでしたっけ。 TDK TD が思い出せずに東京電化工業に一回戻るっていうですね、頭の中の今、あの、作業を今してました。40円だから9300円。まあ、こんな形が近いところっていうとイメージですかね。